じゃあ条約を本当にそれぞれの国で履行させるためにはどういう仕組みがあるのかなっていうのが次の話になります。さっきももうすでにお話ししたことの繰り返しになりますけれど、条約を本当に履行するためにはですね、国家報告という制度があります。先ほども言いましたが、批准した後1年目にですね、1回報告書を出して、その後は 4年に一度ですね、報告書というのを出しています。で、日本はですね、委員会へこれまでですね、第9次報告書まで出した。しっかりね、出している日本もね。で、報告書を出すとどうなるかと言いますと、セダウでですね、条約の委員会で審議を受けるんですね。で、審議はレポートの2つぐらいをまとめて審議されることもあるので、第9次報告書まで出しているんですけれど、これまでに5回審査を受けました。1988年、94年、2003年、2009年、2016年、今までに5回審査を受けたんですね。で、審査の後には総括所見という文書が出て、こういうことがお宅の国では問題ですよっていうことですね。日本は最新の審査は2016年に受けました。で、その時には57項目ですね、総括所見で指摘をされまして、やっぱりこの辺が問題ですよ、ここは良いよというそういう意見もあるんですけど、大体は問題点の指摘ですよね。中でもとても重要なフォローアップ項目というのを、2つぐらいですね、指摘をされます。で、日本は2016年にフォローアップとして指摘されたのは2つありまして、家族法の問題と、それからマイノリティ女性の問題、この2つをですね、フォローアップとして指摘されました。家族法についてはですね、まだまだ当時はすごい問題点がまだ残っておりまして、婚姻最低年齢ですね、実はこの当時は婚姻の最低年齢っていうのは16歳と18歳っていうふうにね、違っていたんです、男女で。で、その後日本は法改正しまして、現在では18歳に統一されています。それから夫婦のいずれにも婚姻前の氏を保持できるようにしなさい、これは実はご存知のように夫婦同氏強制ですよね、日本はね、まだだからこれは解決されていない。その後の離婚後の女性の再婚期間、禁止期間を完全に廃止しなさい、これはちょっと難しい問題ですけれど、一回日本は法改正して、以前のですね、長期にわたる、期間をですね、100日に短縮したんですけれど、まだ残ってるんですね、女性だけ、離婚した後の再婚する退婚期間っていうんですけど、それをですね、100日待たないと女性だけ再婚してはいけない、そういう禁止規定がまだ日本には残っておりますね。で、なぜかっていうと、やっぱり生まれた子どもの父親が誰かっていうことをね、分からなくなると困るでしょっていう、そういうことで100日置くと分かるからっていうんですけど、でも今はですね、いろいろと検査をすれば誰が父親かぐらいはすぐ分かるね。だから大体女性が分かってるわけですよね。だからこんな退婚期間を置く必要はないっていうのが国連の考え方で、国内でまだ議論が進んまだ行われています。ですから、フォローアップ項目として指定された項目のいくつかはね、解決はされましたけれど、まだ残っています。から2番目は全然ね、ほとんど未解決だと思います。マイノリティ女性の差別的発言を禁止する法律を制定したり、マイノリティ女性の偏見を根絶する措置、それをモニタリングしたり評価したりする独立専門機関を設けなさいと、それは定期的にやりなさい言われてるんですけど、こちらの方は進んでいないと思います、というようなね、フォローアップ項目を指摘されて、フォローアップだっていうとですね、何が違うかっていうと、今度は2年後にですね、また報告書を出さなきゃいけない。通常は4年後ですよね。
でもフォローアップとして指定された項目については2年だったらこういう努力をしたとかこう改正したとかですね、そういう報告書を特に出さなければいけないことになっています。というようなことで、実は審議を受けた一番最初の1988年だったんですけど、この時から実は私はこの委員会をですね、傍聴し始めました。で最初はニューヨークで行われたりねしてたんですけど、2016年はジュネーブですねになりまして、88年の時はちょっと一番最初だったのですごい大変でしたね。誰もまだ傍聴したことがないし、一体傍聴ってどういう手続きを取るのかっていうのも分かんなくて、で先ほどもちょっとお話に出しお名前を出した友人の山下靖子さんという方と、名古屋の弁護士のですね大脇雅子先生という方と3人で、なんとか傍聴したいですね、傍聴しようとしました。で外務省に聞いても教えてくれない、ね、傍聴の手続きは。しょうがないっていうのも変ですが、国連の公的 NGO の手続きをしている、機関のメンバーであると傍聴できるっていうことを聞いたので、じゃあ日本の大学婦人協会って、と今大学女性協会になりましたけどの会員になりまして、であれは全世界的な組織なんですね。でニューヨーク支部に行きまして、私たちは日本の支部の会員ですからお願いしますっていうんで、大学婦人協会のニューヨーク支部の、支部長の方に一緒に行っていただいて、ようやくパスをもらってですね国連の中に入って傍聴しまして、そんなですね苦労がとても楽しかった経験なんですけど思い出しまして、その後からは、どん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 仲間が増えまして、94年2003年2019年2016年とね、もうすごくたくさんの日本の女性たちが一緒に行ってロビー活動というのをいたしました。そんなことをいたしております。で、じゃあ次の国家報告と審査っていつなんだろうね、気になりますよね。で、実は現在ですねどうなっているかというとですね、初めてなんですが2020年3月にですね、事前質問項目というのがですねセダウから日本政府に出されました。これ何かっていうと簡易手続きというものがですね今度取られることになったんですね。どうしてかっていうと今までは、それぞれの国がちゃんとしたっていうかフルの国家報告をまず出して、でセダウから事前質問が出て、でさらにそれに対して、審査の場で答えるっていうね、そういう、こうやり取りの中で審査が行われてきたんですが、もうセダウにはこう審査国が審査しなければいけない国がたくさん溜まっちゃっているので、そこまでこうできないっていうことですね。最初にこう事前質問項目というのをセダウから出すことになって、でそれに対してこう国が答えるという形で答えて、そしてそれがですね、審査されるっていう簡易手続きというのが今度取られるようになりました。で、25項目のですね簡易手続きというのは事前質問項目というのが2020年3月にですねセダウから日本政府に出されております。でその中にはでもとても重要なですね項目も入っていて、例えばですね選択議定書の批准に向けた締約国の検討について説明してください、直接差別間接差別を含む女性に対する包括的な差別の定義を導入するために取った具体的な措置に関する情報を提供してください、から最後次ですよね、婚姻の際結婚前の姓を保持する女性の選択を保護する立法を採択するために取られた行動に関する情報を提供してください、選択的夫婦別姓ね、今どうしてるんですかっていうことですよね。それから同一価値労働同一賃金原則の実施状況について報告してください。これについては日本は同一価値労働っていうのをどこの法律の条文にも明示してありませんから、どうするんだろうなっていうことですよね。
同一労働同一賃金は、労働基準法4条でですね、賃金について性差別をしちゃいけないっていうそういう条文があるので、書いてあるっていうふうに言われれば言えるんですが、同一価値の労働っていうのは違う仕事でも価値を評価して価値が同一であれば同一賃金を払いなさい、そういう原則なんですよね。日本は全然そういうことを実施していませんから、問題だなとかね、25項目ともかく重要なことがたくさん書いてある。でそれに対して日本政府はちょうどこの9月です、実は本当はですね、もっと早く、返事をしなきゃいけなかったんですけど、今年の9月にですね、日本政府からそれに対する回答として第9次報告書っていうのが出ました。これはですね、内閣府のホームページに翻訳もされていますので、ぜひご覧ください。どういうふうに日本政府は答えているんだろう。例えば夫婦別姓についてはですね、こういうことが書いてあります。夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方に関し、第5次基本計画は、これ男女共同参画基本計画のことですね、第5次基本計画は国民各層の意見や国会における論議の動向を注視しながら司法の判断も踏まえさらなる検討を進めることを定めている。なんかがっかりしますよね。なんか第5次基本計画はこれしか定めてないなっていうので、一度去年の暮れに私たちがっかりしましたし、その夫婦別姓についてっていうその別姓もなくなっちゃったのでですね、がっかりしたんですけど、また今度同じようなことがですね、繰り返して報告書として提出されております。でも報告書が提出されたので、今度は審査を受けなきゃいけないですね。もしかしたらいつ審査されるのかなっていうのをすごく注目しているんですけれど、まだ決まっておりません。でも来年あたりになるかもしれないっていうね、そういう情報がありまして、もし来年だとしたら、またたくさんの人たちと一緒にですね、傍聴に行きたいなというふうに考えております。そんな状況ですね。で、次のページにはですね、ちょっと写真を載せました。2016年の2月16日に日本審査があった時ですね、ジュネーブの審査会場の写真を撮ってきましたので、左のようなですね、形で審査をされます。審査中は写真を撮っちゃいけないので、ちょっと事前のですね、打ち合わせの時の写真ですけど、こんな会場でやられます。で右側が当時2016年当時林陽子さんですね。林さんはこの時委員長だったんです。この23人の専門家の中の、トップですよね、の委員長でいらしたのは、これが林さんですね。でこれはですね、実はロビイングの、一シーン を撮っております。ロビイングっていうのは、審査っていうのは公式にやりまして、一つの国に対して、3時間とかですね、1回審査をやり、それから2回目をまた1時間半とか やるという程度なんですけど、本当にその委員の方たちが日本の私たちの現状について理解をしておいてもらわないと審査って意味がない、ね、ですので、もちろん事前にもいろんな文書を送りますけれど、その審査中のですね、1週間とか10日の間になんとかやっぱりロビー活動をしてですね、日本の審査に生かしてほしいっていうので、日本の女性たちがですね、このセダウの委員の方たちを、休憩中に、お昼休みなんですよ、気の毒だとは思いますけれど、お昼休みともかくいらしてくださいというふうに呼んで、左上で並んでいらっしゃるのがセダウの委員の方たちですね。それからその右と、それから下の、写真の中には、日本の女性たちがですね、分かりやすく自分たちの状況をですね、理解できるように、英語 ですね、繰り返し分かりやすくロビー活動をしているという図です。で、こうやって理解をしてもらって、
例えばですね、左下の方では、まあ、アイヌの方もいらっしゃいますよね。それから障害を持つ女性の方たちもいらしていて、そういう、こう複合差別を受けている、私たちはね、そういうことをなんとかこう理解してくださいっていうような、そういうロビー活動をしている図です。まあ、一生懸命ですね、こうやってやっている、 NGO としてやっている図ですよね。で、まあ、国家報告っていうのはそういうものだということなんですが、条約の履行確保 の、 選択議定書をもし批准したらっていうね、どうなるかっていうことの一つ目は個人通報制度というものなんですけど、まあ、これは一体どういうものかっていうお話をさせていただきます。残念ながら今私たちは日本がね、選択議定書を批准してないもんですから個人通報できないでいる、ね、だけどなんとか個人通報できるようになるとこんなに変わりますよっていう話をしたいんですけど、じゃあ個人通報って何かって言いますとですね、この締約国で、つまりその国でですか、日本で権利を侵害された個人あるいは集団がですね、このセダウという委員会に、女性差別撤廃委員会に個人として通報することができる、そして救済を受けることができる、申し立てることができる、そういう仕組みなんですね。ですから個人通報と言います。ただ誰でもできるわけではなく、受理されるには条件がありまして、この2つがあります。国内救済手続きを尽くしたこと、ちょっと難しい言葉で何だろうと思われると思うんですが、日本で言えばですね、まあ、裁判を起こして地裁高裁行って最高裁まで行ったけれど、まあ、最高裁でも救済されなかったって、そういう人に限定されます。ですから、まあ、ごくわずかな人しか個人通報ってできないなっていうことがお分かりになると思います。しかもですね、2番目の条件もついてまして、その国が選択議定書を批准してそれが発効するよりも前に生じた事実というのは受理されない。だけれどもその事実が継続している場合は受理されますということですね。だから言ってみれば最高裁まで行って負けてしまったけれど、その問題が全然まだ解決していない、ね、そういう人は個人通報することができる、そういう仕組みです。で、受理されるとどうなるかと言いますと、セダウという委員会がですね、審査をする。この国で、個人に対して、条約に反するような取り扱いが行われたかどうかというですね、それを検討しまして、もし差別があったという結論になりますと、セダウ委員会が日本という国に対してですね、見解とか勧告というのを出すことになります。その勧告の内容っていうのはいろいろとあります。金銭的な損害賠償をしなさいというものもあるし、法律を施行しなさい、ね、というのもあります。それから放送に関する研修を実施しなさいというのもあります。司法へのアクセスを確保しなさいとかですね、政府が公的に謝罪しなさいとか、まあ、そういうものもあります。で、複数の救済制度が組み合わさって、救済策を組み合わせてですね、見解が出ることもあります。まあ、残念ながらですね、この見解とか勧告っていうのはですね、まあ、日本の国内の判決のように強制力があるわけではありません。ただこう委員会から出るわけですよね。そうすると、ただその批准している責任がありますから、その国には。で、締約国はですね、6ヶ月以内にそれに対して回答書というのをまた出すことになります。で、国によってはですね、それが不満だという国もあるわけですよね。いや、自分の国で行ったことを精一杯やったのにですね、なんでわざわざ国連の委員会からまた見解とか勧告を受けなきゃいかんのだっていうので反論する国もありますね。反論するとどうなるかというと、また委員会からもう一度ですね、見解が出ると、また6ヶ月以内に出さなければいけないですね。その繰り返しですよね。そういうのを、まあ、私たちは建設的対話と言いますけれど、まあ、それを繰り返す
繰り返すっていうことは、それじゃあそれでなんで拘束力がある、ないんじゃないかとかですね、無駄じゃないかとか思われるかもしれないけれど、そのやり取りを全世界が注目してるわけですよね、見ている。で、国連のホームページには全部それがこう掲載されますから、やっぱり先進国たるもの、人権侵害国っていうふうに言われたくはないしですね。ですから、まあきちんとした反論をしなければいけないし、まあ当然だと思えばそれに即してですね、国内を改正しなきゃいけないし、というようなことをですね、まあ全世界が見ている中で行うというのが、この個人通報制度というものです。もう一つですね、調査制度というのがあります。この調査制度っていうのは、個人が申し立てる必要はない、ね、重大で組織的な侵害が国であったっていうことを委員会が、まあ職権的に感知する、ね、そういう情報を受けた場合に、委員会が自らこれは重大だというので、その国に立ち入ってですね、調査を行うという仕組みです。これ大規模になりますし、お金も人手もかかるので、そう簡単には行われません、極秘で行われることが多いと言われていますけれど、まあでもこれまでにですね、やっぱり1年に1件ぐらいは、調査をして、その結果をですね、意見勧告とともに締約国に送付することになります。で、これまでに行われた調査制度の例としては、まあ、こんな例がありますよというのを載せてあります。まあ、大規模な人権侵害ですから、そう滅多には行われませんけれども、例えばメキシコではですね、大規模な誘拐レイプ殺人事件があったということに対する調査が行われましたし、翌年にはフィリピンでですね、近代的避妊法の販売制限というのがあって、でこれが性と生殖への権利侵害だっていうふうになりましたし、カナダでは2015年にやはり、先住民女性に対する殺害事件というのがありました。2018年には北アイルランドでやはり人工妊娠中絶に関する法律がですね、女性の中絶を禁止してしまったために、権利侵害があったというようなことが調査されましたということですね。で、個人通報についても、実情についてお話をしたいと思います。この個人通報というのもですね、先ほどお話ししたように結構大変そうだなというふうに思われたと思うんですが、そう簡単ではありません。今までにどれぐらい行われているかということなんですけれど、2021年の2月の段階で、秋月先生から情報をいただいたところによればですね、40カ国に対して165件個人通報が、ありました。で、うちですね、41件で条約違反が認定されたということなんですね。67件は受理不能という結論になったり、これまだ国内の手続きを消費し尽くしていないとかですね、そういうことで受理不能になったりですね、7件では違反なしという結論になったりしましたけれど、41件で条約違反だという結論になりました。意外と少ないなというふうに皆さんね、思われると思います。だって20年ももう経ってるわけですから、2020年からですね、今日まで経っているので、そう簡単にですね、個人通報が条約違反だというふうに認定されることは、比較的少ないなと思われると思います。しかしながら、その影響力というのを見るとですね、結構大きいということが分かります。具体例として3つだけここに挙げておきました。フィリピンの強姦事件、日本でもありそうなことですけれども、上司から強姦された女性がですね、警察に追放されたしたんだけれど、刑事告訴しても8年間も据え置かれて、最終的には無罪に、加害者が無罪になったというケースで、これは条約違反が生じたというふうに委員会は認定しました。
ブラジルの出産死亡事件というのもあります。マイノリティの女性が低所得であって、で妊娠したんだけれども、病院で設備が不十分だったためにですね、他の病院に移送されるときに時間がかかって死亡してしまったと。で遺族が国に対して損害賠償を求めたけれども、判決は出なかったというケースがあってですね、こういうケースもセダウが、これはマイノリティである女性に対する複合差別だ、そういう認定をしました。スペインで子どもが殺害されたというケースもあります。 DV を受けて夫と別居していた女性が、裁判所からですね、面会交流を命じられて、娘と夫が面会している間に、夫がですね、娘を殺して自分も自殺したというケースだったんですね。で国は、裁判所は面会交流の危険性を予見すべきだったのにしなかったというので、条約違反があったというふうにですね、認めました。でそれぞれいろんな、そのですかね、救済命令としても多様なものになっておりますが、私たちの関心はですね、セダウがこういうふうに見解を出しましたね、その見解はどうやって、実現するのかしら、そういうことですよね。さっきもちょっと説明したんですが、繰り返しになります。結局ですね、締約国はセダウの見解には十分な考慮を払うっていうことが、もう条約の中にも書き込まれているので、自分のところで取った措置についてですね、やっぱり6ヶ月以内に回答して、で定期的にまたセダウと協議をするということなんですよね。で大体でもそういう強制力のない制度ではあっても、 75% の国はですね、セダウの見解通りに自分の国の制度を変えたりですね、個人を救済したりしています。ですから、25% は取りこぼしがあるけれども、ですね、そういうこう世代に対するこう敬意というのがですね、実現しているなっていうふうに思います。もっとも世代の見解に法的拘束力はありませんけれども、十分な考慮を払うということでですね、75% は実現しているなという、そういう実態なんですね。でじゃあ日本はというね、最後に日本と女性差別撤廃条約についてですね、お話をしたいと思います。日本は選択議定書を批准していません、批准しなさいっていうことは繰り返しセダウから言われております。どうして選択議定書を批准しないのかっていうことは、先ほども言いました事前質問の項目にもですね、トップに書いてある、早く批准しなさい、どうして批准しないのか説明してください、批准のためのタイムフレームについてですね、報告してくださいと言われております。でそれに対してはですね、どう答えているかっていうのが、この日本の政府による説明という、真ん中に書いてある、個人通報制度については、これ読みますね、個人通報制度については条約実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目している。だから日本政府は決してこれ否定してないんですよね。だって否定できない、条約は批准してるんだからね、その履行措置は否定できないんだけど、注目していると言っています。しかしその受け入れについては、我が国の司法制度、立法政策との関連、また実施体制等の検討課題がある、各方面の意見も踏まえつつ真剣に検討を進める。本当にこの3行なんですよね。この3行にをずっとですね、何十年もですね繰り返している。真剣に検討を進めたらどうなったのかっていうのを私たちは関心があるんですけど、一歩も前進してないっていうのはね、どういうことなのかなっていうふうに思います。で第5次の男女共同参画基本計画も昨年の暮れに出た、こう書いてあるね、選択議定書については諸課題の整理を含め早期締結について真剣な検討を進める。
この諸課題の経営整理を含めっていうのがね、ちょっと第4次から一歩前進といえば前進なんですけど、これ付け加わったフレーズなんですね。で、何を言ってるのかなって、諸課題っていうのは、それは上のことですね。このマーカーを我が国の司法制度、立法政策との関連について検討し、また実施体制の検討から、こういう課題について整理をして、批准について具体真剣な検討を進めるということです。まあ、ちょっと抽象的でわからないと思います。ただ、まあ、推測するに、我が国の司法制度との関係っていうのは、最高裁判決が出て、その判決に反するような見解が出たらどうしたらいいんだろうっていうことですね。それから立法政策っていうのも、この立法が問題だっていう指摘をされたら一体どうするんだろうね、ということです。実施体制というのも、例えば損害賠償を請求払いなさいって言われた時に一体どこの予算から払うのかとかですね、まあ、そういうような問題なんですね。で、問題は分かっている、問題は分かっているけど、その先に進まないっていうことでですね、実はここで堂々巡りをしております。外務省はこの問題について研究会をやっていますっていうふうに言ってるんですけど、20年間研究会やってますって言ってるんですね。で、研究会の成果も一切明らかにはなっていないので、一体どういう議論をしているんだろうっていうことですよね。で、まあ、そうすると、じゃあ裁判所はですね、せっかく条約を批准してるんだから、裁判所の判決で条約に基づく判決を出してくれれば、本当にそれで、まあ、実はいいわけですよね。救済される、国内でね。で、裁判所は条約をどう扱ってるんだろうっていうことで、実は先ほど、まとめましたというブックレットのことなんですけど、このブックレットの中でですね、この夫婦選択的夫婦別姓についての、まあ、弁護団、の弁護士をやっていらっしゃる川尻理恵子さんにですね、日本の裁判でこれ書いてあることをここに書き写してるだけなんですけど、国際条約っていうものがどういうふうな意味を持つんですか、聞かせてくださいっていうふうに私が質問しました。司会はやったんですね、私は。で、司会から質問したんですけど、そしたら川尻さんはこう答えている。これが現状ですね。残念ながら今の日本の裁判所においては、条約というのは悪く言うと紙切れ、良くても総合考慮事項の一つに過ぎないと思います。裁判所は次のような理屈を持ち出しています。一つ目は、条約は裁判規範性がないという理屈です、ね、要するに裁判所は条約を法令として扱いませんよ、裁判所が解釈適用する法令ではないですよという、ね、二つ目は、仮に裁判規範性が認められるとしても、具体的にかつ明確に権利として規定されていない限り、一時的に明確でない限りは適用しない、そういう考え方をとっています。これが現状なんですね。で、川尻さんは2つとも大いに間違っているとしか言いようがありません。夫婦別姓訴訟でも女性差別撤廃条約については、そもそも裁判規範ではないということで最高裁判決が出ています。これが現状なので、まあ、残念ながらですね、条約を批准しただけでは裁判で活用されないんですよね。いくら一生懸命条約はこう書いてありますと裁判で主張しても、裁判所は条約を判断基準に取り入れてないっていうのがね、今現状なんですよね。で、実際にこう個人通報できるようになったらやりたいっていうですね、そういう人たちがたくさんではないけどいますということを紹介したいですね。労働事件では個人通報を待っている裁判例というのは、例えばですね、中国電力事件という男女差別、賃金差別事件というのがあって、原告の女性はですね、もう何年も前に、採用されて、男性と一緒に118人 一斉に採用された仲間がいるんですけど、その中で、まあ、女性だけずっとですね、昇格できないで据え置かれるんですね。で、自分よりも12歳も若い、
男性が先に昇格したっていうのを見てもう我慢できないというので訴訟を起こした方がいます。だから地裁でも負け、高裁でも負け、 最高裁でも負けた方なんですね。で高裁判決はですね、昇格っていうのは差別は立証できないと。社内で男女格差はあるんだけど、賃金の男女格差はもう結構明らかで、ずっと上から68人目まで男性で占めてるんですね、昇格してる人が。で67番目ぐらいに女性が1人いて、まだまだですね、上の方は男性で占めているという賃金格差状況なんですけれど、まあ賃金は男女で層としては分離してない、降下制度っていうのは男女共通で差別してない、そういうふうに棄却しました。層として分離してないっていうのは、上から67番目ぐらいに女性が1人入ってるからね、全部上から何番目は全部男性であれば層として分離してる、男性が上女性が下だけれども、まあ、女性がちらほら混じっていたり、下の方にも男性がちらほら混じっているとですね、まあ、裁判所は層としては分離してないというんですね。だから昇格差別の立証がすごく日本では難しいんだなっていうことはよくわかる。東亜工業事件というのはコース別雇用の事件で、コース別というのを会社が導入したときに、まあ、自動的にですね、男性は総合職にして女性は一般職にしたんですね。でその一般職にされた女性が、まあ、賃金格差がすごい固定化されたっていうので裁判になりました。まあ、これではさすがにですね、労働基準法4条違反だと、賃金差別だったっていうふうに認めたんですけど、だ損害の救済の分野がですね、年齢給の分野は、まあ、損害として賠償しなさいと出たんですけど、職能給部分というのがあって、まあ、それはですね、職能の査定というのは会社がやるんだから、こっちは差別ではないよねっていうので、まあ、除外されたので、まあ、最高裁まで行ったけれどやっぱりダメだったっていう、そういうケースなんですね。メトロコマース事件という3番目もはつい最近のケースですけれど、同じ仕事をやっていながらね、非正規の、有期の社員の人は非常に格差を受けていると、賃金差別を受けているというので提訴しました。これは非正規の差別のケースです。で地裁高裁、その地裁では救済命令出たんですけど、高裁でですね、退職金についてはですね、非正規には払わなくても不合理ではないという、まあ、そういう判決になってしまって最高裁まで行ったけどダメだったというケースです。まあ、皆さんですね、やっぱり労働事件でももし個人通報があったら、自分たちは最高裁まで行ったけど勝てなかったので、ぜひ個人通報したいという方々が、ね、いらっしゃいます。それからこの夫婦別姓ですね、訴訟なんですけど、これについてはちょっとだけ条約との関連をお話ししますね。女性差別撤廃条約16条1項はこう書いてあります。締約国は婚姻についてのあらゆる事項についてですね、女性に対する差別を撤廃する措置を取りなさいと。で G という項目でですね、夫および妻は同一の個人的権利を持ちますよと。で括弧の中に性を選択する権利を含むって書いてあるね、ちゃんと。だから16条1項違反なんだ日本はね、と思いますし、それからセダーの一般勧告21っていうところにも、婚姻もしくはその解消に関して自己の性の変更を強制されることは女性の権利をですね否定するもんだ、そう書いてあります。でセダーはこれまで3回にわたって日本の夫婦同氏性強制性は条約における差別的な規定ですよというふうに指摘をしてきました。でついこの間ですね、2021年6月23日に最高裁大法廷の判決が出ました。大法廷の判決が出たのは2回目ですね。で、まあ弁護団としては一生懸命ですね、これまでも女性差別撤廃条約違反ですよということを訴えたんですけど、まあ、最高裁は先ほども言ったようにですね、
条約、この条約というのは直接適用可能性もないし自動執行力もないから条約は法的効力がないんだ、と言って条約にはほとんど触れないですね。最高裁の判決2015年もそうでしたし、今回も2021年の今回の大法廷判決も多数意見は全然条約には言及しませんでした。ところがですね、少数意見が出た今回、ね、6月23日の大法廷決定の宮崎判事と宇賀判事、この宇賀判事の意見はこうでした。反対意見を出してくださったんですね。条約は適用、直接適用可能性を持たないとしても国家機関である行政府、立法府、司法府を拘束する効力はある。女性差別撤廃委員会における勧告、による勧告をですね、勧告がこんなに3回も出たと、それを無視するっていうことは憲法24条2項違反の理由の一つになるんだ、そういうですね少数意見が出ました。私はこれがすごく画期的なあの判断だと思います。あ、こういうことを出してくださったので、まあ、反対意見でしたけれども多数意見ではないからね、多くの人は知らないかもしれないけれど、まあ、少なくとも最高裁の判事の中でこういう反対意見を書く人が出てきた、ね、これが少しずつ多数意見になっていけば条約は日本の国内で、まあ、あの拘束力の持つ文書だとしてですね復活するかもしれないなというふうに期待をしております。でも今は、ね、多数意見では無視されているということです。さて時間がなくなりましたのでちゃかちゃかといきます。女性差別撤廃条約実現アクションというのを私たちは2019年に、スタートをしました。で私は共同代表をしております。で、全国の63団体がですね、まあ、参加してくださいまして、さまざまなあの署名活動したり院内集会をやったりロビー活動をしたりしております。で朝日新聞でも取り上げられたりしております。で私たちが実現アクションを作って以降ですね、まあ、実は国会質疑は活発化していると思います。この下の2つだけご紹介しますと2020年の10月衆議院本会議の代表質問でですねこれを取り上げていただきました。立憲民主党、それからその下は参議院の本会議の代表質問で共産党に取り上げてもらいました。これを見ると、まあ、今までは代表質問でこの問題取り上げるってことは全然なかったんで、ね、これはあの大きいことだというふうに、まあ、変化を感じます。それからですね、さらにこの選択議定書を批准しなさいということを国会に対して意見として出す地方議会、それが増えているということなんですよね。まあ、これまでも2016年まで40地方議会が意見書を出していました。で私たちが発足してから89の地方議会がですね意見書を採択するようになっています。まあ、とりわけあの県議会レベルでですね、特に大阪や富山などではですね実現アクション地域版というのを作ってくださっている仲間がいて大きな取り組みになっています。これだけの国じゃないや地方議会がですね増えています。ちょうど2019年からですね加速度的に増えているということが分かる図です。選択議定書を批准すると、まあ、どういうふうに変わるんだ、これ選択議定書の、あ、それからですねちょっと申しの遅れました、この文京区議会でもですね意見書があの採択されております。2019年、ずいぶん早い段階で、2019年ですか採択されております。だから文京区議会はもう早ですね、早くもこの問題に、まあ、意識的に取り組まれたなというふうに思っております。2019年10月ですよね、文京区議会で意見書が採択されております。選択議定書の批准で変わることは何だろうということなんですが、まあこれはあの本当に大きな目でですね日本政府にもあの理解してほしいことなんですけど、選択議定書を批准するっていうことは日本が人権を尊重する国だっていうことを世界に向けて発信することですね。ですから決して
全くマイナスではない、ね、非常に日本にとってはプラスであると思います。条約の実効性が確保されればジェンダー平等社会の実現につながりますし、何よりもですね、司法判断に条約の精神が生かされることになります。先ほどから言っているように、今の司法はですね、条約を実効性ある文書として認めてないので、選択議定書を批准するってことは将来個人通報があるということですから、その個人通報があるということを裁判官が理解すれば、自分が書いていることはですね、将来国連の審査を受けるかもしれないっていうふうに思うわけですね。そうすると今の条約の人権レベルというのを学んで、裁判官も学び、それから弁護士も学びですね、そういう国際基準の人権レベルでみんなが議論するようになるということです。ですから個人通報の件数は少ないけれど、それが及ぼす影響というのは絶大なものがあるということですね。で、最後のところも読み上げたいと思います。国は国際的な場で日本の人権問題が審議されることを非難と受け止めるべきではない。もう多分ですね、日本政府はこうやって個人通報なんかされたらとんでもないと思ってると思うんですね。だからあんまり日本国内の人権問題を外に出したくないので、個人通報選択議定書を批准したくないというふうに 本音では思ってると思うんですが、そうではないということですよね。実は人権問題の先例を増やすという観点で、他の先進国もですね、そうやって一生懸命参加しています。実際ですね、その国の国民が国際人権制度っていうのを知っていないと個人通報できないわけですね。だからもしかしたらその個人通報をしている国というのは先進国であるという評価すらですね、ある。例えばデンマークやオランダ、イギリス、カナダ、そこでは個人通報が活発になされています。ですから、日本もですね、国際機関に参加してその制度を育てる、そういう選択肢を取っていくことこそ、日本が国際協調主義を取っているということが言えるのではないか、そのように思いますので、決してこれは後ろ向きにならずにですね、個人通報できるように、選択議定書を批准する、それに取り組むというのが、日本の在り方ではないかというふうに思っております。少し時間が過ぎましたけれど、私の話はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。